土地の木峠は、国道365号にあり、福井県南城郡南越前町と滋賀県、長浜市との県境にまたがる峠である。標高は538メートルであり、険しい山道を抜ける峠である。また、福井県における峰南、嶺北を隔てる三つの峠の最南端に位置する。尺湖峠、板取法といった別名があり、それぞれの名の由来にも小説ある。 ただし、土地の木峠という名の由来は、峠付近に土地の大木があったため、という説が有力である。古代から北国街道の難所として知られており、安土桃山時代からは特に重要な要所とされた。またこの付近には、若狭野の坂山地や越前の両城山地、古島の伊吹山地がそれぞれそびえており、これらの山地の間を、 ほぼ直線上に南北に伸びる柳瀬断層が形作る谷の最高点が土地の木峠になっている。南側から峠まではなだらかに登っているが、峠から北側は休憩車のヘアピンカーブで下っている。福井県側から滋賀県側を望む決して低くはない峠ではあるが、カーブミラーやガードロープも設置されており、1.5車線以上の道幅が常に確保されているので、 山道に慣れたものなら、走りやすい部類の峠に入る。ただし連続カーブや曲がり損ねたら、崖から落下という箇所があったり、道幅の割には、大型車が、米北方面への抜け道としての利用も多く、初心者にはあまり進められない道と言える。滋賀県側の峠のふもとから、福井県道、滋賀県道1 4十号鶴ヶ谷長瀬線が分かれており、ここを経由することで、 国道8号の峠である、新道や古市に出ることができる。こちらの峠の方が土地の木峠に比較し、はるかに安全に走ることができる峠なので、運転に自信のない人はこちらを使った方が良い。福井県鶴ヶ市内に国道476号が走っており、南越前町で国道365号と重複するので、利用しやすい道である。ありがとうございます。